和田龍二の引退競走馬を追う。皆さんこんにちは、 JRA ジョッキーの和田龍二です。私は今回北海道浦河町にあります養老牧場渡辺牧場さんに来ています。こちらの牧場は競走馬を引退してセカンドキャリア、サードキャリアを終えた馬などが余生を過ごす牧場になっています。早速中に行ってみたいと思います。今日は私一人の撮影のため、うまく撮れるか自信はありませんけども、早速行ってみたいと思います。頑張ります。こちらの渡辺牧場さんは家族経営でやられている牧場で、主に養老馬、そしてセカンドキャリアとしての乗馬に行くためのリトレーニングなどもされているみたいですね。今日はある目的がありましてこちらの牧場に来ています。楽しみです。こちらは乗用馬としてリトレーニングされている乗馬用の馬などがいる放牧地ですね。乗馬の大会のシーズンなどを終えてこちらで休養する馬も来ているみたいです。こちらは馬が休む厩舎になっています。渡辺牧場さんは、最大21頭の馬が入れるということですけども、養老馬など今18頭ほどいます。こちらの馬も、乗用馬として、地方でも重賞を勝った馬さんみたいです。乗馬用としても活躍しています。今は休養でこちらの牧場に来ているみたいです。とてもリラックスしてます。私が今回、ある馬に会いたいと思ってきました。その馬がこちらです。わかる人もいるかもしれませんけども、御年34歳になります。ナイスネイチャー号です。実はこの馬、僕が青春時代に一番大好きだった馬で、会うのも何年ぶりでしょうかね。もう20年、僕がデビューする前なので、もう27、8年ぶりに会いました。ちょっと今は目を怪我されてるみたいですけども、すごく元気で放牧地で静かに暮らしております。ナイスネイチャーの、競走馬時代の戦績は41戦7勝重賞4勝で、なんと有馬記念は3年連続3着という第一戦で素晴らしい活躍した馬です。うちの父がナイスネイチャーの所属していた松永義晴厩舎で厩務員さんをしていたので、ナイスネイチャーには元気時代よく厩舎に見に行かせてもらいました。ナイスネイチャーは1990年デビューということで、96年の引退まで、6年間も第一線級出してました。僕も、競馬学校に前によく競馬場に行ってナイスネイチャーが走る姿を見させていただきました。本当に走る格好がかっこよくて、いつも一生懸命走ってくるナイスネイチャーを見て
僕も騎手を志した確定にもなったと思うんですね。勝ったのはナイスネイチャーです。こちらのナイスネイチャーは引退馬協会さんの持ち馬で里親さんで生活している馬のようですね。本当にたくさんの会員様のおかげで、このような素晴らしい養老牧場で長生きしていると思います、うん、今でも会員さんがよく会いに来られるみたいですけども、今はなかなか一般の見学はできてないみたいなんですけども、はい、特に今は馬娘なので特に人気があるみたいで、まあ、現役時代を知らない方も多いと思いますけども、僕にとっては本当にヒーローで大好きな馬でしたね。ナイスネイチャーの担当だった厩務員さんがすごくよくしてくださいまして、常にナイスネイチャーを触らせてもらったり、なんかよくお小遣いもらったりしてましたナイスネイチャー本当に走る走るって言って、ただナイスネイチャーの担当だった厩務員さんは、交通事故で亡くなってしまって、もう僕が多分デビューして間もない頃だったと思うんですけども、本当にショックでしたね。まあ、その担当厩務員さんの分までこうしてナイスネイチャーは長生きしてるんじゃないでしょうか。今でも担当厩務員さんが見守ってくれていると思います。本当にタフな馬で、どんな条件でも常に上位争いをしてましたので、本当にタフな馬で、やはりここまで長寿で生きれるという生命力がすごいと思います。本当に大好きな馬です。今回は引退馬協会さんの許可をいただいてナイスネイチャーに会うことができました。ナイスネイチャーのお母さんもこちらの渡辺牧場さんで余生を過ごされまして、36歳まで生きたみたいです。まあ、長寿の血統とはいえ、お母さんもナイスネイチャーも長生きされて、まあ、皆さんのご尽力のおかげで幸せな余生を暮らしていると思います。まあ、こういう余生を過ごせるのも、まあ、ほんの一握りの馬かもしれませんけども、まあ、本来の馬がある姿かなと思います。まだまだ馬の方もね、もう草を食べる姿もたくましいですし、目の生命力もすごく力強いので、まだまだ頑張ってほしいですね。今日はとても天気がいいのですごい、穏やかですけども、やはり冬場になってきたりすると、まあ年長馬なので体調管理がやっぱり難しいみたいです。渡辺牧場さんも常に馬の様子を見ながら、まあ放牧ずっとされてるようなんですけども、やっぱ一頭一頭体調がガラッと変わったりもしますので、常に馬の管理が大変だと思います。まあこういう馬着を着てるんですけども、冬場は気温に合わせて馬着も4種類ぐらい使って体調管理してるみたいですし、やっぱり体温とかでね、馬が変わりないか、走ってきます。なかなか多分全力では走れないかもしれませんけど、まだまだ波足も力強いです。今回こうして30年ぶりぐらいですかね、大好きなナイスネイチャーに会いました。これからも、セカンドキャリアとして現役で頑張っている引退競走馬や、
余生を過ごしている引退競走馬をフューチャーして撮影していきたいと思います。それではこの辺でナイス姉ちゃんにお別れしたいと思います。まだまだ長生きしてください。失礼します。